ないでいて。そうです。みんな久しぶり。なんかさ、まあ最近物申すことがなかったんですけど、この間スーパー、ゲーセン太鼓が終わって、その近くにスーパーがあるんですけど、こうスーパーをこう前こう横切った時にあれと思って、とあるキノコがあったんですよ。見てみたらブナピーって書いてあるの。おい、なんでキノコを寄生してんだよって思ったんですよね。だってさ、ブナピーだよ。いやー、キノコもそういう時代か。まあ、キノコってまあ、大声で言えないけど、チンコみたいだからな。確かにな、ブナピー。だからブナピーだから、ブナピーだから、ブナチンコかもしんないな。だってピーだもん。ピーって言ったらやっぱ、寄生の音じゃないですか。まあでも、キノコもあれ、寄生してるからな、キノコに。キノコじゃない。木に寄生してるからな。だからキノコか。あ、そういうことか。キノコってキノコ、あ、キノコではないよな。でもキノコ寄生してる、2つの意味で寄生してるんだな。なるほどな、ってことに、まあ、この動画を撮ってから気づいたんですけど、まあ、俺が言いたいのは、その名前を付けた人だよ。なんでブナピー、ブナピーってさ、かわいそうだろ。仮にさ、しめじがさ、寄生ついたらさ、しめピーだからね。松茸だったら、松ピーだからね。他、エリンギだったら、エリピーだからね。意味わかんねえな。ってことで、キノコに寄生をかけるのは、やめよう。え、しょうさん、ブナピーって、あれ普通にキノコの名前ですよ。え、そうなの？はい。え、ブナピーじゃないの？え、違いますよ。あ、違うの？ブナピーなの？ブナピーじゃないの？はい。マジ？はい。やべえ、恥ずかしい。マジか。